28cm 十 28cm 榴弾砲は、1880年代に、大日本帝国陸軍が開発、採用した榴弾砲。旧称は28三米榴弾三2、18cm 榴弾お及び18三榴弾砲、2、18三チ榴弾砲。主に日露戦争に、実戦投入された、本砲はその火力を発揮し、 日露戦争勝利の大きな立役者として活躍した。28cm 榴弾砲は1884年、明治17年に大阪砲兵工賞がイタリア式 28cm 榴弾砲を参考に施政したものであり、1886年、明治19年に大阪府市の田山にて射撃試験を行ったところ非常に優秀な性を誇ったため、 1887年、明治20年の海岸法正式審査を経て、1892年、明治25年に正式制定され量産された。方針は中鉄製で、方針後半に鋼鉄製の棚を二重にはめていた。砲弾は中鉄製で弾頭部を焼き入れした、剣鉄弾。本法の英語文献などでは、クルップ11インチ工場榴弾砲と表記される、 ことが多いが、実際には、クルップ社の方の孫コピーにあたり、クルップ製ではなく、大阪法兵交渉の手による国産である。また、その大口径と、方針形状から一般的に旧法に分類される、ことも多いが、原型となったクルップ社の方は、280mm 榴弾砲と少子旧法ではなく、帝国陸軍における、正式名称も、28cm 榴弾砲で、 榴弾砲と明示しており、旧砲に分類するのは厳密には誤りとなる。大口径砲かつ19世紀末の火砲であるため、砲弾の装填は砲身を水平にして、クレーンで吊り上げた砲弾を人力で押し込んでから装薬を入れる誤装式であり、発射速度は高くない。閉鎖機は砲身と連結されておらず、装填等のために閉鎖を解かれた閉鎖機は砲身。 砲画とは別部品である、天加に乗せた上で方針から分離される。前述のようにもともとは、対艦用の海岸砲として、日本内地の海岸に配備されていたものであったが、日露戦争では、工場砲として使用された。バルチック艦隊の極東派遣が、現実のものとなった1904年、明治37年8月5日、大本営は、 朝鮮海峡の制海権を確実にするために、東京湾要塞、芸与要塞に設置されている、同法を、朝鮮半島鎮海湾と、津島大口湾に移設することを決定した。その後の8月21日に、旅順要塞総攻撃が失敗したため、寺内正岳陸軍大臣はかねてより、要塞攻撃に、同法を使用すべきことを主張していた。 有坂成明あき記述審査部長を招き意見を聞き、この意見を採用することを決断し、山形有友参謀総長と協議して、先に移設予定の同胞のうち六門を上旬に送ることを決定した。この六門は9月上旬に第三軍に送られた。その後9月23日に満州軍総司令部から六門の追加要請、さらに10月3日に六門が追加要請され、 合計18門が旅順に送られた。203高地の戦いを含む旅順行為戦では、最終的に18門が投入され、徒歩砲兵、重砲兵により、運用、延べ16,940発を発射した。砲床には、本来のコンクリートに変えて、木材を用い、旅順攻略において3週間かかると言われた砲床、構築を徒歩砲兵は9日で完成させ、 六門にて、ロシア軍陣地に大打撃を与えた。本法用の砲弾はあらかじめ要塞用に整備されていたため、海戦後の増産を待つ必要もなく、このことも迅速な野戦投入の一因となった。さらに観測点となる高地の奪取後は、旅順湾内に停泊するロシア海軍旅順艦隊、第一太平洋艦隊に対し砲撃を行った。旅順艦隊をほぼ殲滅することに成功し、 後の日本海海戦における海軍の勝利に大きく寄与したとされたが実際には旅順艦隊側は感染の被害を抑えるために弾薬を陸上げした上で自ら注水着定させたものであり 28cm 榴弾砲による効力は水中弾が与えた損傷程度と限定的なものにとどまった旅順降伏後の 28cm 榴弾砲は元来は 要塞法でありながら、日露戦争の陸戦における最終決戦、海戦で、あ、砲天海戦にも引き続き投入され活躍している。本法の原型となったイタリア式28センチメートル榴弾砲は、ドイツのクルップ社の榴弾砲を原型とし、また旅順で日本軍と対峙したロシア軍は、クルップ社の28センチ榴弾砲、 かつ式28センチメートル銃弾砲を使用していい。両者の砲弾の寸法は同一で、方針史上の先天方向が異なる、クルップ砲が右回り、本砲が左回り程度であり、日露双方でほぼ同じ規格の下方、砲弾が使用されるという結果となった。ただし、日本軍が用いた砲弾は元来対艦専用であり、柔らかい地面に着弾すると不発となる例が多かった。 そうした不発弾をロシア軍が掘り出して 47mm 速射砲用の新刊をつけ、自軍のクルップ砲で打ち返したところ、不発が起きなかったという陳事まで起きている。帝国陸軍は日露戦争を通じて大口径銃砲の運用経験とその価値を知るところとなり、日露戦争後には本砲の航続的工場砲、 海岸砲として四十五式二十四センチメートル銃弾砲、七年式三十センチメートル銃弾砲が開発され、両方は第二次世界大戦まで運用されている。日露戦争後、一部の二十八センチメートル銃弾砲は靖国神社に展示され、重砲兵関係の基調日本方針の遺装が用いられるなど、日露戦争において日本軍を代表する兵器の一つとして、 日本人には馴染み深い日となった。戦後には映画203高地など撮影用等の大道具として複製品も作られている。第一次世界大戦ではンタ道の戦いに6問が投入された。また同じ連合国軍であるロシア軍に24門が譲渡され、クロンシュタットと黒殿の要塞に配備されてドイツ軍との戦闘で運用されている。昭和に入ってからは 本法の砲床かと砲検員の研究が進み、95、式13トン牽引車、砲兵トラクターで、時速10キロメートルでの牽引が可能となり、関東軍により、国陸応援が二十2門を展開した時点では12時間で砲を、式砲船が可能となっていた。しかしながら1930年代当時には、すでに砲自体が、旧式化しており、 帝国陸軍においても多くの 28cm 銃弾砲は、後続の新鋭化砲に改編されていた。28cm 銃弾砲が、最後に、野戦投入されたのは、日中戦争、シナ事変中の1939年、昭和14年11月3日に行われた、同艦砲撃作戦であり、同作戦では、国民革命軍の銃砲が守備する、延症ルートたる、 老海の遮断を目的に、臨時的に動員された、本砲二門を含む二十二門、九十六式十五センチメートル銃弾砲、九十二式十センチメートルカノンなど、が投入され砲撃を行い戦果を上げている。本砲はその後も、各地の要塞砲として残され、本土決戦に備えている間に終戦を迎えた。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。